明日のライジン横浜大会は女子の戦いが4試合ラインナップされております。では初めにブルガリアからのトンシバ選手お願いします。48キログラム契約です。トンシバ選手、47.65 クリアです。 47.65 クリアです。続いて朝倉選手お願いします。朝倉選手 47.60 クリアです。 47.60 朝倉選手も無事クリア。桜色のコスチュームで登場です。ではツーショットでの撮影をお願い申し上げます。トンシェバ選手はブルガリア出身の25歳です。合気道がベースにある、これ幻想広がります。しかしトータルファイター、本人は殴って倒したい、そんなコメントもあります。対して朝倉環奈選手、この春無事高校卒業です。今は指導者としての顔もあります。ライジン初勝利を期しての戦いです。さあどうぞ、もう一度大きな拍手お二人にお願いします。